あの疲れるからね活動しない運動しない、えー、行動しないっていう人いるんだけどこれほんに何か間違っててあの普通にね考えるとかエネルギーが有限でで何か行動するとその有限なエネルギーを使っちゃうからあの疲れるっていう風に考えてる人が多いと思うんですけど実際にはそうではなくてもともとあの何か行動することによって使うカロリーってのは大したカロリーじゃないじゃないですかで現代人はそもそもカロリー取りすぎだよね、まあ、僕なんかもそうだけど。 だから、あの行動することによって疲れるってことはあんまりないんですよね。むしろあの行動することによって、よりエネルギーが湧いてくるっていうか。えまあ脳も体もですね。あのまあ要不要さじゃないですけど。も何かが必要だったら、やっぱりそのエネルギーを用意するわけですから。まあ脳なんかもまあ使えば使うほどどんどんあの？ 回路が太くくなっていくわけですからえ次から2回目から3回目から2回目3回目って,って続けていくとですねその回路がより効率的に情報処理することができるようになるわけですね。でそのより効率的に情報処理ができるようになるとより前向きになれるしいろんなことにチャレンジできるしということでもちろんあの身体の機能は筋肉も、まあ、心臓も肺も。 鍛えれば鍛えるほどその能力が向上していくことは間違いないのところだと思うんですつまり行動すればするほどエネルギーっていうのは溢れてくるわけでまあ、永久期間っていうのはね物理的には否定されているわけなんですけど、ね、熱技学の法則で永久期間は世の中にはないんだけど人間はあたかも永久期間のように えー、無限のエネルギーを引き出すことができる。実際にはその後ろには、えー、カロリーベースのね、えー、エネルギー計算があるんですけども、まあ、現代人、えー、平均的にそのカロリーを取ってる人であれば、えー、あたかも、いくら行動してもエネルギーが尽きないように、えー、行動し続けることができるわけですね。もちろん、あの、眠ることは大事ですよ。休息することも大事ですし、それからストレスを溜めないこと、えー、ストレスが溜まりそうになったらそれを解消することも大事なんですけども、えー、現代人はとにかくそういう形で、えー、いくらでも、 自分の活動を続けることができるんで、ですからその、省エネっていうのは基本的に、ね、活動するときには間違ってるんですよね。なんか、とにかくじゃあ疲れちゃうから、あの、行動すると疲れちゃうから、省エネでなるべく行動しないようにしようっていう方針よりも、行動すればするほど、よりエネルギーが湧いてくると。行動すればするほど、よりエネルギーが湧いてくるという事実をもとに、これは、 え、仮説じゃなくて事実ですよね。事実をもとにいろんなことを行動していくのがいいのではないかなと思うんです。僕なんかはそうしてます。毎日ですね、本当にいろんなことをしてるんですけど、別にそのエネルギーの出し惜しみをしようとは思わないんですね。むしろ、それぞれの現場で、ここでもう目いっぱいエネルギーを出そうと。ここで思いっきり頑張ろうと。そういうふうにすることによってですね、今度逆に次の現場に行った時もさらにエネルギーが出る。このようにしてエネルギーが好循環していくわけですよね。 まだ世の中は今は、あの、低成長、デフレとか言ってますけど、自分自身は高度経済成長、高度経済、少なくとも高度成長を取れることができる。いろんなことを学習することができる。エネルギーを出し惜しみしないで、全力、それぞれの現場で全力を出し切りましょうよ。そうすることで、え、より上へ、上へと上がる階段を登っていけると思います。